その、まあ、まあ、トレオスカルシやろ。だから、その、うちの健康が一番大事やから、うちの健康をね、乱さないように、もう、着物一枚乱さないように、生きるんやけどな。健康に配慮。で、その、まあ、のんびりな、のんぽり、投稿してるやん。重要なリークでもな。めっちゃのんびりのんぽり投稿してるやろ。じゃあ、間違えた。のんぽりのんびり投稿してるやんか。すごいのんぽりな。で、じゃあ、そんな、はよ、リークをさ、パッパカパッパカ投稿したら、みんな健康状態良くなるの知らんけど、ならん人もおるやろ。なる人もおるやろうけど。な。で、ゆっくり投稿したら、健康状態悪いなる人も、良くなる人もおるやん。じゃあ、うちのペースに合わせるのが一番いいやろ。それやったら、うちの健康が一番大事やん。それで十分やん。早う投稿しようが、ゆっくり投稿しようが、健康状態良くなる人、悪くなる人、どちらにもおんねんから。な。で、その中間とかバランスとか上げて、大体この辺だとかって、な、言うぐらいやったら、うちの健康状態が一番ベタ、ベストに近いベタになるようなペースに決まってるやんけ、そんなもの。な？だから、それ問題ないやろ？なんかおかしいか？